色空間、色空間、色空間は、立法的に記述される色の空間である。カラースペースとも言う。色を秩序縦で配列する形式であり、色を座標で指示できる。色の構成方法は多様であり、色の見え方には観察者同士の差異もあることから、色を定量的に表すには、いくつかの規約を設けることが要請される。また、色空間が表現できる、色の範囲を、 色域という、色空間は3種類か4種類の数値を組み合わせることが多い。色空間が数値による場合、その変数はチャンネルと呼ばれる。色空間の形状はその種類に応じ、円柱や円錐、多角水、玉などの幾何形態として説明され、多様である。表色系は心理的概念あるいは心理物理的概念に従い、 色を定量的に表す体系である。通常は三つの方向性を備える空間で表現され、色空間を構成する。混色系とは、色を心理物理量と捉え色刺激の特性によって表すものである。数値として伝達する場合に適している。口述の XYZ 表色系が代表的な例である。肩色系は、色を 色の三つの特徴に従って配列して、その感覚を調整し、整合性を高め、尺度と共に差し出すものである。工術のマンセル表色系や NCS が代表的な例である。色の具現化のガイドが厳格な色体系は、色を直接作り出す場面で用いられることが多く、そうでない色空間は、色を情報として伝達する場面で用いられることが多い。 数学的には3つの変数があれば、すべての色を表現できると言える。しかし、すべての色を表示できる必要がない状況や、その他実用の便宜のために、2変数以下、あるいは4変数以上を用いる、色空間もある。また、変数の取り方も様々なものがあり、目的に応じて、多したような規格が存在する。計算によってある色空間から別の色空間への、 変換は行えるが、変換後の色空間で表現できない色の情報は失われてしまう。また、その計算は普通不完全である。色を扱うにあたっては、なるべく色空間を統一して作業することが求められる。なお、色空間には、カラープロファイルとして記録可能な色空間。RGB、ジバ、ユークブクア、CNYK、ラブカラーと記録できない色空間がある。 ユニフォームカラースペースのこと。色空間上での距離、感覚が、知覚的な色の距離、感覚に類似するよう設計されている空間。色の物理的な際よりも、人間の知覚上での際に主眼を置いた色空間。工業的には、工業製品の色彩の管理に要請される。CIE、国際照明委員会が定める、強色系、色相、明度。 彩度の三属性を用いて色を表す。マンセル標色系が心理的考察に基づいているのに対し、オストワルト標色系は心理物理学的考察に基づいている。現在でもデザイン分野などで利用される。ドイツの科学者のビルヘルム・オストワルトによる。NCS、ナチュラルカラーシステムはヘリングの反対色説の系譜にある標色系である。 ヘリングの色の体系にスウェーデンの心理学者ヨハンソンたちが手を加え成立した一般の人間の素朴な色の知覚を表現した表色系である。純色量、白色量、黒色量によって色を指定する。これを人間の感覚判断に委ねることが NCS の特徴であると言える。1990年にスウェーデン工業企画に採用された色表系。 カラーオーダーシステムとしては NCS カラーアトラスがある。人標色系は M ・リヒターたちの色差に関する研究を踏まえ均等色空間の実現を目指した標色系である。1955年に人に採用され色標習も観光されている。色は色相、明度、飽和度で表現される。ヘリングの反対色説にのっとるが 合衆国のマンセル表色系と異なり、色相は木から始まる。これはゲーテの思想との縁庫が指摘されている。RGB は一般に下表混合を表現するのに使われる。RGB はそれぞれ赤、レッド緑、グリーン青、ブルーの頭文字である。光の三原色であり、数値を増すごとに白に近づく。反対に数値を減らすごとに黒くなる。 コンピュータのモニターで用いられるのも、この RGB である。視覚上では、色は、光の三原色に近い、三波長に対応した網膜の衰退細胞が、受け取って知覚される。これには、若干の個人差があり、また、実際問題として、純粋な三波長を用意することが難しい場合が、たため、混色系の色空間には、様々な種類のものがある。 様々な表色系が存在するが、それぞれの表色系ごとに赤、緑、青の基準が定められている。コンピュータで同時に表示可能な色数はビデオメモリにおいて、各ピクセルに何ビットの情報を割り振るかにより、決定される。メモリが高価だった頃には表示色はかなり限られていたが、では、RGB 角8ビットの計24ビットを割り振ることで、 1677万7216色の表示を可能にしている。これはほとんどの人間の目で識別可能な限界とされ、フルカラーやトゥルーカラーなどと呼ばれる。しかし24ビットでは画像編集の過程で劣化が無視できないため、内部的には r g b 各1 6ビットの四4 8ビットなど、より多ビットで扱うことがある。RGB では 人間が知覚できる色をすべて表現できると説明されることがあるが、これは若干の誤解を含む。これについては、XYZ で衝述。は印刷の過程で利用する原稿混合の表現法である。絵の具の三原色。基本色は白で、それに色の度合いを加えて黒色にしていく。すなわち、はじめは白いキャンバスからはじめ、インクを加えて、 暗くしていく、反射光を減らす、すなわち原法ということである。クミーには、シアン、マゼンタ、イエロー、インクの数値が含まれている。HSV は、コンピュータ上で絵を描く場合や、色見本として使われる。これは、色を色相、色味と彩度という観点から考える場合、下方混合や、原法混合よりも、自然で直感的だからである。HSV には、 色相、ヒュー、サイド、サツラチオン、メイド、バリューが含まれている。HSB、ヒュー、サツラチオン、ブライトネスとも呼ばれる。HLS は、HSL、チなどとも呼ばれる。色相、ヒュー、サイド、サツラチオン、キド、ルマネンスよりなる、HSV に近い表現法である。メイドとキドとの違いは、値の算出方法である。 殉職と白が同じ明度で表される六角錐モデルだったのに対し、HLS では殉職の軌道を50%とするスゴ六角錐モデルで表現する。ユークは NTSC の内部処理で使用されるコンポーネント方式である。通常は外部には出力されず、機器内部で使用されるが、過去には松下電器が開発した MVision VTR がテープに ユーク信号を、コンポーネント記録していたという例もある。現在使用されている、色差コンポーネント信号のクロマ成分、CB、CR に対して33度回転した色相となり、I 軸と Q 軸は直交する。人間の目が、I 軸、オレンジマイナスライトブルー感の変化には、比較的敏感であるのに対して、Q 軸、青紫から、 黄緑感の変化には鈍感である性質を利用して少しでも狭い帯域で少しでも視覚的に良好な結果を得ようとせんとした設計上の選択によるものである。Y、I、Q に対する人間の目の分解能比は4、1.5、0.5と評価されており RGB4、4、4信号をゆうく4、1.5、0.5に変換することで人間の目には 劣化が感じられないものの、伝送に必要な情報量を減らした信号を得ることができる。NTSC は、このユック信号を直角に小変調する。欧州を中心に、米日及び米の影響が強い範囲以外で、使用されているパルは、クロマに IQ 成分の代わりに UV 成分を使う。これは現在使用されている CB、CR、あるいは PB、 pr 成分に近いものであり、IQ 方式とは、色相が異なる。青色、ブルーでなくスミレ色、バイオレットを用いた、下方混合。RGB 法に至る、以前の初期の研究で用いられたのみ。赤、レッドと、緑、グリーンの強度で色を指定する方法。赤と緑の合成は、RGB 色空間と同様に、加算により行われる。青、 ブルーがないので、青成分を含む色が正しく表現できない。初期のテクニカラーフィルムで使われていた。RGK 色空間は、RG 色空間にキー、キー、インクの黒、CNYK 色空間でも使われるを追加した色空間である。RGB 単色光の光源を使用した場合、白色光を光源とした場合に比べ再現域が広がる。CRT の場合、 蛍光体の特性により、純度の高い端子機光を得られるかで、ディスプレイの色の再現性が決まる。レイン曲間をバックライトとして使用する液晶ディスプレイやハロゲンランプや放電ランプを光源とする DLP 液晶プロジェクタでは、白色光をフィルタや有電体白膜で RGB に分離しているため単色を光原とする場合に比べ、再現性は劣る。 レーザープロジェクタでは単色光を光源としているため色の再現域が広い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。